ふむ、なるほど。7？ マジか。いやでもこすげー、そういうことか。どうなんだ双葉、ソフィアのコードってやつは。あー、これ作った人天才だ。うむ。では諸君、サラダバー。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか。何度も通った道だ。どうなった？着いたのか？みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。ふざけないの。本命はこっちじゃない。町の景色を見てみろ。これがジェイルなの？ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったってな。行くぞ。
そうそう。みんなどう？おう、出かけ。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ？ちょ、顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット、うん、まあこの姿じゃ仕方ねえが、お前らも変に目立つなよ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか？そうだね、ちょっと我慢してて、ソフィア。ノープロブレム。あ、来るみたいだぞ。アリスさん、入られます。やっぱ超可愛い。試合負けます。5秒前、4、3。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ？おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。この服も全部自分でデザインしたんでしょ？とても素敵で可愛らしいですね。ありがとうございます。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって、そんな期待を込めてデザインしました。さまざまなジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか？私実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。自分を変えたいと思いながらなかなか変えることができなくて、でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時、まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。その時のキラキラした輝く思いを、私のように引っ込み思案だった人に届けたい。誰かの光になりたい。それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光？アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど、最近は彼氏の噂なんかも。
どうしたんだろう。何かの演出？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、君のことが好きだ。付き合ってくれ。え？ちょっと何言ってるんですか。こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛して。あれ、生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。ねえ、あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。じゃないとあんなことしないよね、普通。確かにありゃまともな様子じゃなかったな。まるで強制的に誰かに操られたような。それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない。願いを主に捧げるとアリスに操られて。なるほど、辻褄は合うな。さすがアンドノだぜ。つまりアリスはやっぱそうなのかな。アリス言ってたよね。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから声を。むしろ困ってるの私だよ。味方するのがあなたの仕事じゃない？それとも元真似みたいに壊れちゃう？え、うん、君たちはやりすぎでしょ。あなたってもしかしてた、エマはもちろん知ってるよね。私の友。ああ、っていう感じで。ごめん。あ、おい、
ジか。ミリタリー屋は臨時休業。よし、作戦開始だ。まずはやはりお宝探しか。よし、結構敵いるね。気をつけて。こういう奴らの対処法、シャドウの動きを見て後ろから殴れ。正体を見せろ。なんだ。みんな協力して頼みかけろ。やった、奇襲うまく。ああ、戦闘は久しぶりだが体は覚えていたようだ。今みたいに敵の隙をつければ有利に戦いを進められる。だが見つかればこちらが不利になる。気を抜かずに行くぞ。とりあえず奥に進んでみるか。ナビは私に任せとけ。あれに照らされたらさすがにヤバげ。すぐ敵に囲まれちゃうぞ。警備のシャドウもいるな。さすがに守りは固いってことか。正面突破は厳しそうだ。他に潜入ルートがないか探してみよう。頼む。我が輩の出番だな。それ調べてみない？ねえ見て、あそこからなら入れそう。よし、あそこなら建物自体にたどり着けそうだな。だがまたサーチライトがあるぞ。どうする？さっきのより小せえし、いけんじゃね？ささっと通っちまおうぜ。
なの。近づくと撃ってくるみたい。これじゃ先に進めないね。ナビ、あれを止める手段はないか。ちょっと待ってて、今調べてる。よし、見つけた。このサーチライトを動かしてる電力は南から供給されてるっぽい。南ってどっち？現実で言うとマルクシティあたりだな。動力源になってる施設があるのかも。よし、とにかく行ってみよう。目指すはマルクシティだ。ジェイルって渋谷そっくりだけど違う部分もあって迷いそうだね。だな。自分の居場所はこまめにチェックするようにしてくれ。頼んだぜ。任せろ。おい、なんか気になるもんがあるぜ。マルクシティ、この先だぞ。とりあえず待て、敵だ。ああいうのに見つかると敵がわらわら出てくんだよな。むやみに敵の前に出るのは避けよう。警戒を強められたら動きにくくなる。何度も見つかっちまったら仕切り直す必要が出てくるかもな。こちらにも敵がいるな。やっぱ倒すしかねえか。だがまだ気づかれてはいないようだな。ジョーカー、ここからなら隙をつけるんじゃないか。